ふう、コーヒーがうまい。今日も素敵な一日の予感なんだぜ。はあ、平和はもう破れたか。よっこらしょ。ふう。さて、霊夢さん。それは一体何かな？いいでしょ、この石。手頃な大きさで、すべすべしていて形も良くて。さっき、近くの野原に落ちているのを見つけたんだよね。はぁ、あ、で、その石、一体何に使うんだ？それはもちろん漬物石にだよ。今年は大根が豊作だったから、大量にたくあんを漬けようかと。お前なぁ。前に、石を拾うと大変な目に遭う話をしたろうが。大丈夫大丈夫。あちらは山で拾った石、こちらは野原で拾った石だから、拾った点は同じだろうが。戻せ。おや？霊夢、何か言ったか？うんにゃ？私は何も言ってないよ。戻せ。我を元の場所へ。いや、やっぱり何か聞こえるぞ。なんだか。元の場所へ戻せとか？へ？そんなの聞こえな、あばばばば。早く我をあるべきところへ戻せ、うわぁ。どうした霊夢？我は霊夢ではない。我はこの石の宿主。我を勝手に持ち運びおって。元の場所へ戻せ。霊夢？とりあえず。この石、置いてくるまで皆様、しばしお待ちください。ふう、やっと戻ってきた。あれ、マリサ、どこに行っていたの？お、霊夢、正気になったか？へ？何の話？いや、だってお前。まあいいや、とにかく、今回の我々の仕事をこなそうか。そうしよう。今回のお話の舞台は山郡猪苗代町。時代はいつかわからないのですが、同地にあるお城の城代が何がしという人物だった頃のものです。この城代、ある時、須賀の河原駅ばらしに出かけたんだ。須賀のは現在の猪苗代町若宮付近で、江戸時代には宿場町が置かれていた場所になる。ちなみに、須賀の名称は、傍らを流れる川が共産性の水質であることが由来と思われます。さて、須賀の河原へと来た城代、ふと、近くにある畑を見ると、そこに、一見してかなりの時代を経たことがわかる灯籠が置かれているのを見つけた。この灯籠が気になった城代は、ちょうど近くにいた、畑を耕作する老人に、この灯籠のことを聞いてみることにしました。すると、老人の話によれば、この地は昔、とある寺院があったと聞いています。この灯籠は多分その寺院ゆかりの品と思いますが、いつ、誰が建て置いたかを知る者まではおりません。ただ、この灯籠、拾うとそのものを祟ると言われている代物です。そのため皆恐れ、このように畑の中に置かれたままなのですが、正直、邪魔で仕方ありません。と教えてくれました。それを聞いた城代は、何、怨霊だの祟りだのいうものは、所詮人の噂するものに過ぎないものだ。苔が生えた古い灯籠が何事をするでもないだろう。よし、城内の庭に建ておこうではないか。と言い、下人に明治灯籠を持ち帰らせ、城内の庭の築山の植え込みに建て置かれることになった。捨て置かれている灯籠を拾うとは、まるで先ほどの霊夢のような話だな。へ？何のことかな？まあいい。ところで、その日の夜更けのことだ。猪苗代城の城門を、激しく叩く者が現れた。その者は、自らを掘り抜きの彦兵衛と名乗り、門を開けよと言います。余談ですが、この掘り罰が正なのか、はたまた致命なのか、残念ながら判別はつきませんでした。なんとなく致命のように思われるけど、
このような地名は今の猪苗代にはないようで、最終的な判断は皆様にお任せするんだぜ。さて、城門を守る門番は、扉の隙間から覗いてみると、そこには髪をわらで束ね、つづれを着て縄を帯としている男の姿があるのを確認しました。いくらなんでも夜更けに、このような姿の男を城内に入れられないと判断した門番は、彦兵衛の呼びかけを無視し城門を開きませんでした。すると、城門が開かないことを知った彦兵衛は、なんと城門を飛び越え城内に入り込んだ。なんと身軽な話、もしかして彦兵衛は忍者じゃないかと思えてしまうよね。いやいや、忍者だって刀や縄を使い障害物を超えるのだから、それすら使わない彦兵衛はまさに超人だろう。さすがに彦兵衛の超人ぶりに門番は驚いただろうけど、しかし、その職責上、このまま彦兵衛を見逃すわけにはいきません。門番は侵入した彦兵衛に飛びつき、そのまま夜が明けるまで組み合いました。そのまま果てしなく組み合い続けていたのだが、やがて夜が明け、暁の頃になると、いつの間にか彦兵衛はいなくなってしまったんだぜ。また、彦兵衛と組み合っていた勇敢な門番は、彦兵衛の姿がなくなるといつの間にか気を失いましたが、幸い、門番を見つけた人がすぐさま水を飲ませてくれたところ、ようやく気がついたそうです。なんとも不思議な彦兵衛の話だが、これだけで話は終わらない。それは次の夜のことです。例の彦兵衛が城門の前に現れると、再び城門を叩き、門を開けよ、というのです。この夜の門番は昨晩、彦兵衛と組み合ったものとは別のもので、事前に話を聞いていたのか、彦兵衛に返事をしないでいた。すると、彦兵衛は腹を立てて、昨夜同様また城門を飛び越えて城内に侵入した。無論、その夜も、彦兵衛を取り押さえようと門番が組み合おうとしたが、巧みに身をかわしたのか取り押さえられず、彦兵衛はついに、寝ている城代の枕元にまでたどり着きました。そして、彦兵衛は大きく怒りをあらわにし、お前はなぜ、形ばかりがわずかに残る。私が亡き後の印である灯籠を奪い取る。急ぎ元に戻せ、返さなければお前に恨みをなす。と、寝ている城代に告げるのです。次の瞬間、城代は目を覚ました。そして、枕元に置かれた刀を抜くや、彦兵衛に切りかかったのだが、次の瞬間、彦兵衛の姿はたちまち消え失せた。あくる朝、城代は配下の者に城内を調べさせました。すると、庭に置いた例の灯籠の火災紙に、真新しい刀の傷跡があるのを見つけたのです。それを見た城代は、昨夜の出来事、彦兵衛の話を思い出し、この灯籠を元の須川の河原に戻したところ、以後、何ら怪しい起きなかったのだそうだ。以上で今回の話は終わりとなるのだが、いやはや、なんとも不思議な内容だな。この灯籠、彦兵衛の話では、彦兵衛亡き後の印とのようなことなのだが、この彦兵衛、一体何者であったのだろうか。幽霊なのか妖怪なのか、または灯籠自体が化けたものか、いろいろな解釈ができそうだよね。また、須川の河原の畑で出会った老人が語った、かつて須川の河原に存在してた寺院のことも、少々気になるところなんだぜ。まあ、何にせよ、落ちているものはむやみやたらに持ち帰るものではない、ということなんだぜ。そうなの？実はね、マリサ。この前、このフランス人形と目が合っちゃって、拾ってきていたんだけど、おいこら。いいから早く、元あったところに置いてきなさ、わ。私とお友達になりましょう。ひ？に、人形が喋った？いいから早く元の場所に置いてきなさい。皆様。我々が無事だったらまた会いましょう。